皆さんどうも、T 島です。では今回もフライシェーン続き遊んでいきたいと思います。ということで今回こちらですね、前回ドミネーター倒して、で、開かれたこの通路、ここを通って、本当にもうこのフライシェーンでの最後のダンジョンですね、真のラストダンジョン、果てに眠る虚無世界の方に行ってみようかなと思います。で、フィールドの出てくる敵ですかね、多分もうダメージを今レベルが82とかなので、ほぼほぼ、食らうダメージは1ですね。で、与えるダメージは401。ただ、行く手をもう阻まんとばかりに出てくる敵の数がすごいんですよ、ここは。今ね、まだそこまで1体とか、2体とか、ぐらいですけど、これを進んでいくとですね、次から次へとどんどん出てくるんですよ、敵が。なのでちょっとね、やっぱり真のラストダンジョンなんでね、体力を温存していきたいので、できるだけ戦わずにちょっと進んでいきましょうかね。ただここがね大変なんですよ。いけるかな。よし、オッケー。さあちょっと、シルバーフィッシュが迷い込んできてるな。よいしょ、あとはもう大丈夫かな。多分もう向こうからも来てないと思うので、さて体力も256、そこまで減らされてないんで大丈夫かなと。で、ここが、ラストダンジョンへの入り口なんですが、ちょっとね、とある事情からちょっと一旦ここでバックアップを、取ってこようかなと思います。なぜバックアップを取るのかと言いますと、このままですね、このラストダンジョンの入り口に入るとなぜかバグって進めないんですよね。ちょうど入ってなんていうんですかね、小刻みに上下に振動するような形になっても全くもって動けなくなるんですよね。それが今もう、これがもう何回目だ、もう十何回ぐらいやってるんですけども、ずっとそればっかりになるので、一度ここでちょっとバックアップを取ってこようかなと思います。はい、ということでバックアップを取ってきました。これでね、ちょっと変わるかどうかは分からないですけど、とりあえず進んでみましょう。いけるかな。通常で入ってしまうとこういうような感じでも全くもって動けなくなるんですよね。それなのでちょっとバックアップですかね、取ったセーブデータですかね。そうですね、これ以上は動けない感じですね。またバックアップですかね、撮ってるものから始めようかなと思います。はい、ということで、バックアップですかね、撮って、戻ってきました。多分今回はいけるかなと思うんですけどね、ちょっと行ってみましょうかね。なんとかいけましたね。ギリ少しバグってはいましたけど、なんとか、このラストダンジョンですかねに入ることはできました。さて、ちょっと馬を借りて、途中までですかね、行きましょうかね。結構ね、やっぱり敵の数がね多いので、やっぱりラストダンジョンなんでね、体力温存ですかね、していきたいので、そのまま馬を使って行けるところまでですかね、行きましょうかね。で、さっきの多分バグってたのですかね、原因多分フライシェーンとかではなくて、録画ソフトですかね、録画してる時に結構なるんですよね、あれを。で、録画してない時に普通に試しに、ダンジョンの中とかですかね、入ったりしたら、結構すんなり入ったりとかっていう風にできるので、多分録画ソフトがあまり
よろしくないのか、まあごく稀に、まあいつもというわけではないんでね、まあちょっと、まあ、まあたまにひねくれて、まあああいうふうないたずらをするのかなと。まあなので、まあフライシェーン自体にはね、ただまあ何の問題はまあないと思います。まあそれなので一度まあバックアップ取って、まあ、まあ録画ですかね、してない状態で、まあダンジョン入ったらまあ入れたので、まあそれを出て、まあまたそれをバックアップして今、まあちょっと開始させたんですよね。まあただ、まあその時も入った時もちょっとまあバグってたんですけど、まあ多分それはあの録画してたからだと思います。でまあなんとかね、まあ入れたので、まあこのままちょっとまあラストですかね、ボスのところまで行こうかなと。さて、まあ、ここら辺りぐらいでいいですかね。おっと、うまく消えましたね。さあさあ行きますかね。じゃあまあここから先はね、もうほぼ一本道なので、まあ迷うことはまあないでしょうね。さあどこまで行けますかね。まあできればね、やっぱりクリアできるのであれば、まあクリアですかね、をまあ目標としていきたいんですよね。まあね、ちょっとまあそればっかりはね、戦ってみないとね、わからないので。さあ行きますか。さあ出てくるかな。多分ボックスが出てくると思うんですけどね。ああ出てきた出てきた、これですね。これをちょっと壊さないと、ちょっと通常の敵がちょっと邪魔をしてくるんで、先にそっちを倒しましょうかね。なんかダメージ的に当たってないですね。まあいいや、ちょっとまあボックスの方ですかね。まあ今の状態ではね、こうダメージを与えることができないんでね。あれどこ行った。あ、いたいた。当たらないな、当たってないな。ミスってなってますね。よし、オッケー。ダメージが通ってないですね。ちょっと他のボックス行きましょうか。はあ、こっちはダメージが入りますね。オッケーオッケー。多分 4,5 発ぐらいなのかな。まあ HP 的には多分まあ2000近くはあるんじゃないかなと。そうですね、5発なんでだいたい2000ぐらいですね。よしよし、あと1個。よし、OK。これで、このガードが黄色に変わりましたね。さて、まあ、通常の敵を。まあ倒してから行きたいんですけどね。
なかなかね、やっぱりこの弓矢使うやつがね、一番厄介なんですよね。OK。よしよし、これで多分、まあ、召喚はされないのかな。さあ、ボックスの方、壊していきましょうかね。ただ、継続ダメージがあるんでね。それに気をつけながら。さて、次、行きましょうかね。どう待てよ。それをされるとね、ちょっとやばいんで。こっちのボックス行きましょうかね。OK。あと2つかな。よし、これでまあ残りあともう1個ですね。さあ行きましょうかね。多分これが もうラストになるのかな。ただちょっと一個ずつ確実に破壊していきましょうかね。通常のちょっと敵が、結構邪魔してきますね。よし、まずは続いてどんどん減らしていきましょうかね、数を。ただこれダメージ入ってんのかな。ただね、こっちのボックスも壊していかないといけないんでね。 OKOK。最後はあれですね、多分一定時間過ぎるごとになんか召喚しそうしてますね、敵を。当たってないな。ミスってなってますね。ちょっと先にこっち倒していこうかな。結構厄介だな。よしよし。とりあえずまあ1個は破壊したんで、今のうちに。オッケーオッケー、2つ目も破壊できましたね。って言ってもね、まだ3つあるんでね。ちょっとダメージが入らなくなりましたね。
弓矢使うだけでもね、やつだけでも倒しておけばだいぶ楽になるんですけどね。オッケーオッケー。さてこれで通常の敵はいなくなったんで、もうボックスだけさっさと壊していきましょうかね。召喚される前に、よしよし、あと一体かな。さてこっちから1回ぐらいかな。よし、オッケー。よしよし、あと1個ですね、ボックスは。ただまた敵が出てくるのか。おっと、なんかミスって出始めましたね。継続ダメージが、よし、オッケー。多分あともう一発二発ぐらいかな。当たってないですね。よし、オッケー。敵に攻撃が通らない。よし、キー、このままなんとか倒せれないかな。いけた。クリアできた。いやー、なんとかいけましたね。オッケー。 HP 残りは19。結構矢が刺さってますね。さてクリアおめでとうございます。最後までプレイお疲れ様でした。制作するの1年以上かかりトラブルも多かったワールドでした。それでも楽しんで遊んでいただけていたなら制作人一同とても嬉しいです。このワールドは接近型、間接型、魔法型のプレイスタイルが存在します。もしよろしければワールド入れ直し、使っていなかった戦い方も試してみてはいかがでしょうか。プレイしていただき本当にありがとうございました。いやー、まあまあなんとかクリアできましたね。いやもうこちらこそ本当にもうフライシェン作っていただきありがとうございますって言いたいぐらいですよ。さてじゃあちょっと一旦戻りましょうかね。ちょっと HP ですかね、ちょっと先に回復させて。いやーこの筋力縛りもね、ちょっとやり始めはちょっとまあいけるかどうかね、まあ不安もあったんですけど、まあなんとか、まあ、クリアすることができましたね。まあ最後の方はねちょっとあのいろいろちょっとした問題で
まあいけるかクリアできるかどうかちょっと難しいような感じでしたけど、まあなんとかクリアすることができました。で一応まあ今回でまあこの筋力縛りですかねはもう終わりです。でまあこの筋力縛りの、まあ、一番最初ですかね、もう縛りプレイはまあこれでもう最後っていうふうには言ってたんですけど、まあコメントでまあチェスト縛りもやっていただきたいっていうふうにね、コメントはいただいてたんですよね。でまあいろいろちょっとまあするのであればどういうふうな形でしようかなとかっていうふうにまあいろいろまあ考えたりとかはしてみたんですが、まあどうしようかっていうふうにまあ悩んだ結果、まあチェスト縛りやろうかなと思います。なのでそうですね、まあ次回からはまあまた新たにワールド入れ直して、まあチェスト縛りでのまあどういった感じでやっていくかっていうのですかねっていうふうなまあ説明、まあほぼほぼ説明になるのかな。まあもしね行けるのであればまあダンジョンですかね、まあ行くかもしれないですけど、まあほぼまあそのチェスト縛りに関してのまあ説明だと思っていただけたらいいかなと思います。なのでまあ今回でこの筋力縛りは終了ということで、まあ次回からはまあ新たに、まあ多分もう次のチェスト縛りがもう、まあ、縛り上はもう最後かなと思います。なのでまあそれの説明ですかねをまあ次回ちょっとやっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。